にちは、まみです。今日はロードバイク夫婦の新居ルームツアーを開催したいと思います。で、昨日福井県から愛知県の方に引っ越しが完了しまして、まだ揃ってない家具とかもたくさんあるんですけど、ある程度住める状態にはなったということで、お部屋の一部を紹介してみたいなと思います。ぜひご覧ください。はい、まず玄関周りですけど、まあ、すごく収納がたくさんあるので、ここに自転車用の靴とかも一緒に入れてます。ここはどうなんだろう、メガネ置きになるのかな、また考えたいなと思ってます。で、入ってすぐに一応今ドマーネさんが鎮座しております。まあ、ここもちょっと置き方とか考えて多分また変わるんじゃないかなと思います。こう結構広い収納スペースがあるので、キャンプ用品とかウッドドア系のものが置けたらいいかなとは思ってます。で、すぐ洗面所とかバスルームとかですね、本当に結構新しい物件なのでとても綺麗です。で、おトイレがあって、で、ここが洋室なんですけれども、ちょっとここは後でご紹介します。で、こっち入るとリビングキッチン、ダイニングキッチンリビングですね。ここにまだ届いていない家具があって、食器とか置けたらいいなと思ってます。冷蔵庫で、ザザッとキッチンですね。システムキッチンなので、すごいこれから使うのが楽しみです。ここで料理とかもできたらいいなと思ってます。で、こちらはまだすっからかんです。ここにダイニングテーブルを置く予定で、まだそれも届いてなくて、今は何もない状態ですね。ここは仕切れる扉がついているんですけど、一応すぐ奥が寝室になってます。で、ここは私の専用スペース、一応EF のサコッシュとか、まあ、お洋服とかですね、を収納してます。今回一番紹介したいお部屋がこちらです。さっきちょっと見送ったお部屋ですけれども、お邪魔します。ケンさん、はい、撮影中です。今日何の撮影？今日はロードバイク夫婦の新居ルームツアー開催してます。あ、そういうこと。うん、準備できてますか？あんまりできてないです。昨日福井県から愛知県に引っ越してきて、1日で住める状態にしたのと、こだわって作った自転車部屋、この紹介ってことのご紹介を。了解です。ちょっと腰巻きついてて腰がね、引っ越ししてちょっとね、うん、疲労が溜まってるから、うん、まあ今腰がね、なんかなってるわけじゃないですけど、ちょっと予防でしてます。あと動画編集とかもしてるんで、うん、長時間座るしね。そう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 。で、まあ明日また福井帰るんですけど、うん、今こんな感じでできてます。うん、これね、これ今マミのバイク、まあ、マミしばらく乗らないし、もう結構今私がちょっと修理するんで、うんうん、今全然動けない状態にしたんですけど、はい、マミのバイク飾ってあります。これ前にもご説明したんですけど、もうオリジナル製品なんで販売とかはしてないものになります。あ、そのバイクラックね。そうそうそう、うん、なんかクラウドファンディングしてるのかちょっと分かってないんですけど、これちょっともう手にあるヒノキでできてるバイクラックですね、うんうん、でおしゃれ、おしゃれだろ。で、これあれ、この間のって皆さんまだ動画今作ってるから分かんないと思うけど、
EF エデュケーションファーストの選手と走った時にサインもらったんですよ、いろいろ、うん、各選手からサインもらってるんですけど、うん、そのサインとか、あとね、ロングライダーズの作者の方ともお会いして、うん、サインとかもらってます、それを飾ってます、はい、もうここにもあと、渡辺先生とか、岩ペダの渡辺先生とか、あと別府選手のサインとかも飾ろうかなとは思ってるんだけど、じゃあここは飾りスペース、そうそうそう、展示スペースみたいな感じかな。床注目してほしいんですけど、ね、うん、これ結構クッション性のある素材でできてるやつで、うんうん、やっぱ自転車整備するスペースがどうしても欲しかったんで、うん、まあ知っての通り私今自転車整備士がもう本業になりますので、自転車整備士としてここで、毎日もうこの状況を作って毎日触る、いじる、勉強するっていう場所ですね。もうこれはもう職場スペース的な、まあ、そのための引っ越しでもあるからね、で、これ休憩でアウトドアな、ベンチ持ってきました、自転車で持ってきました、ここで休憩して眺めながらね、動けないってなんですね。で、ここが、まあ、基本的な作業スペースになって、うん、ちょっと今もここをちょっと修理してるんですけど、うん、まあ、この高さに合わせてこうやってできるようにしております。で、下がこれ自転車のね専用になるんですけど、専用のシートになるんですけど、油とかすぐ拭き取れるシートです、うん、なるほどね。こっちだとどうしても柔らかいだけなんで、うん、油に対する、うんうん、そういうまあ、あと撥水とかが弱いから、うんうん、で、これこの今回新居で前の自転車部屋にはなかったもので今回組み立てたものなんですけど、うん、マミに協力してもらってちょっと組み立てました、うん、まあ、ガレージに置くやつですね。で、こんな感じでよく使うパーツは、まあ、今外し作業中なんでこんな感じなんですけど、よく使うのは、まあ、この3つはここに置いて、まあ、あと工具とかはここに挿してたり、うん、あと、あれでで腰がトルクレンチとか、うん、アーレンキーとか、うんうん、そういうなんかその工具もここで、ここにも下も工具なんですけど、あまり使わないものばっか入ってるんで、うん、ここにしまってます、うんうん、で、ここはまあ自転車のね、これはケミカル類の予備とか、うん、予備、うん、とか、あとはここね、こっちは自転車のパーツやね、パーツ要は消耗品とか、うん、こういう風にチェーンとか、うんうんうん、とりあえず今自転車部屋から持ってきたものはもうここでロードバイクとクロスバイクだったら、うん、全部組み立てれる工具と道具を持ってます、うん、あともうちょっとしたらね、シティバイク要はママチャリとか、うん、ミニベロとか電動自転車とかそういったものの、メンテナンスとかするような部品も買い足してきますし、まあ、うちにもロードバイク、クロスバイク以外の自転車もここに何台か置いて作業できたらなと。お勉強ですね。そうですね、各1台ずつ買って勉強していこうかなって思ってます、うん、分解して、うん、で、これ作業兼編集撮影スペースなんですけど、これあれね、普段の動画編集今作ってるなんて、これもうプレミア公開するって決まってるんですけど、うん、ちょっと見せようか、何見せればいいの、著作見せれるな、今カット編集中で、次音楽選びやってっていう風な順序なんですけど、これなんかいいんじゃない、ほら、これ EF の選手です、うん、こういうちょっとグラベル的なとこ走ってきました。 CM みたいやな、これだけだね、こんなとこよう走るわみたいな、うん、すごいね、これも練習な、うん、練習じゃないよ、オフで一緒にちょっと走らさせてもらいました、うん、まあこんな感じでいつも編集してます、うんうん、
ここら辺メカニックとかもうあれしかないです、うん、あのメカニックの本か、動画編集写真編集 の、 あの教材しかないです、うんうん、それ以外目届くあの余計な時間使いたくないんで、うんうん、これ照明ね、うん、照明これどうして1日やったけど1日やったってあれなんですけど、自転車用品とかキャンプ用品、私の趣味のものが全部詰め込んでます。あとあの日常のね、着替えとかも含め。うんうん、ここから、ここはダメね、写した。ここダメ。ここは写したらダメ。ここも結構広いですね。自転車2台ぐらい入りますね、普通に。そうね。と、うん、いう感じですね。すいません、腰のやつしてて。で、あ、そうや、あと、もう一つ、もう一つ紹介するべきところが、はい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 、そうですね、わかった、何かわかった、ここやろ、ここ、あの、下映して、下、うん、ちょっと、ここね、下ね、ベランダなんですけど、僕のローラー台です、うん、ローラー台スペースです、ここは。そうです、ベランダでやると妻が言うんで、うん、ちょうどいいかなと思う。ちょうどいいっすね、うん、ベランダでローラー台、サンボローラーしないと思うけど多分あるだけです。これもしかしたら売るかも、売ってスマートローラーに変えるかもしれない、うん、ちょっと賃貸やとやっぱり難しいですね、うん、あとこけたら嫌だから、ベランダでもこけてぶつけたりしたら嫌だから。大変やから。そう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 。だからこれはちょっと一応持ってきてはいるんですけど、スマートローラー、この間僕のズイフトの動画見ていただいて分かったと思うんですけど、うん、あれめちゃくちゃいいんですよね。将来的にはね、そういう風に。うん、したいと思います。はい。では。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ロードバイク夫婦ならではのお部屋だったりとか収納だったりとかっていうのもあったと思うので、まあ参考になればなと思います。これからあの私たちも部屋を作っていって、もう少し住みやすいようにしたりとか、おしゃれさも出していきたいなと思うので、また変化があればルームツアーもするかもしれません。その時もまた見ていただければ嬉しいです。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。